陳姫恵コンは、新末民初の軍人。桂軍の指導者の一人で、陸栄帝らを中心とする、旧構成派と呼ばれる集団の一員。字は、春後と。1885年、流州に入り、構成帝徳我門で英子となり、事務方を主に務めた。以後数年間で、陸栄帝、丹広明など、後の旧桂ツ系指導者たちと知り合った。 1891年、陳南縁省庁に就任すると、軍指揮官として、昇進を続ける。1904年に、陸栄亭の栄アザにおいて、英務所検府中英艦隊に抜擢された。同年に起きた、孫文の陳南艦放棄においても、陳は、孫文軍に占拠された砲台を脱回する軍港を挙げている。1908年に、 琉州で開設された高生陸軍工部堂で、陳は学習する。卒業後に、高生新軍が設立されると、陳は、新軍、第二標標等に任命された。新外革命を経て、陸坂へ手が、高生都督として、省の実権を握ると、1912年2月、陳日のエコンは、陸から都督府軍政司市長に任命された。翌年に陸が、 遠征外から後世都督県民政庁に任命されると、陳は、桂軍第一市市長に任命され、経林に駐屯した。二次革命が勃発すると、陳は、陸の命により、革命派を鎮圧した。民国3年7月、陳は、第一市市長兼経林陳樹氏にとなった。1915年12月に、遠征外が皇帝に即位すると、陸栄帝は、 表面は三位を示しながら、密かに繁栄活動を開始した。陸は病気と称して、故郷の竹なるに戻り、後世の事務を陳飛の絵根に一時委ねた。そして、五国戦争勃発後の1916年3月15日に、陸は後世の独立と繁栄を宣言した。陸は自ら小南省に進軍し、白飛佐指を関東省に派兵し、 陳は南霊への留守を預かった。これにより一週間後の3月22日に、縁は皇帝即位取り消しに追い込まれ、6月6日に死去した。公認総統の霊元広氏は、陸を関東特軍、陳を後世特軍にそれぞれ任命した。陳は軍の近代化をさらに進める。同年春、陸坂へ帝が両江巡越士に任命されると、陳日のえ魂は、 関東特軍に移動した。その後、五方戦争でも陸に従い、陳も孫文側に参加した。しかし、関東の軍政の実権を握ろうとする陳は、関東省有力者で孫文直系の古官民や陳系名と抗争し、これに圧力を加えた。しかも、陳の関東統治は極めて強圧的、かつ腐敗したものであったため、ついには陸ですら陳を擁護しきれなくなってしまった。 11月、陳は、厚生軍務改弁に移動させられる形で、厚生省へ戻されてしまう。1918年6月に、厚生省庁に任命されたが、ここでも、制裁を欠く。結局、1年で省庁を辞職して、劉州に陰性してしまった。1921年4月、再び陸坂へ提から、森軍師として任用され、関東新軍を拡作した。しかし、 逆に、孫文による公正討伐を受けると、賃はこれに敗北して、天津へ逃亡する。こうして、陳は完全に、軍事、政治の舞台から失脚した。1927年9月1日、劉州で死去。去年60、ありがとうございます。